どうもこんにちは、ざわチャンネルです。ざわ今走ってます。はい、ということでね、本当にね体重めちゃくちゃ落としたいんですよ。っていうのも僕2月の、別府大分、毎日マラソン、これの出場をね、本当に、目指してまして、そのためには、あれ参加資格記録がいるんですよね。でその資格記録を狙うために11月の、下関海峡マラソン、これで、この記録をクリアして出場を目論もうというね、この壮大な、計画があるんですけれども、やっぱりね本当、45を超えましてめちゃくちゃ代謝が落ちて、もう体重が全然落ちないんですよね。もう油断したら本当ブクブク、太ってしまって、で前の動画でもねちょっとね、出たんですけれども体重85キロマックスねいっちゃってたんですよね。で最近その、別大マラソン目指す、下関海峡マラソン出ますよということで徐々にね、距離を、ジョギングをし始めまして、若干は落ち着いたんですけれども、やはりフルマラソンですから、距離を踏まなければいけないと、いうことで、先月の3月1ヶ月で、200キロを走る、月間走行距離200キロですよね、これをね、完走いたしました。いやなかなかねやっぱりね一月に200キロ走るっていうのはかなり気合が入らないといけないね、数字だと思うんですが、果たしてこの中年男性、45を超えた男性が1ヶ月に200キロ走ったら、そのビフォーアフターですよね。何キロ痩せることができたのか、それを今日ね、発表、したいなというふうに、思います。そして、ルールとしてはもうとにかく、月間200キロ走る、間にはね休みも入れていいですし、30キロ走ったり20キロ走ったり、距離はもう決めてないです。とりあえず一月で200キロ走ると。そして、ここ大事だと思ったんですけれども、食事の量ですよね。これをね、節制とか、過度なダイエットをしたりとかしてしまったら全くこの200キロの意味がないので、とりあえず、食事の量はほぼ落とさず、当然、深夜のアイスクリーム、深夜のポテトチップス、そしてね、3時の、スターバックスなどなど、これもね、しっかりとやりながらこの検証をね、進めていきたいなと、思ってます。それでは早速、1ヶ月前、3月1日に、測りました体重、こちら見てみたいなと思います。はい、それではね体重計に早速、乗ってみたいなと思います。いやーどうでしょうか。あー85キロマジっすか。これ結構ありますよね。はい、ということでね、3月1日85キロということで、ここから果たして1ヶ月200キロ走ったらどこまで、体重をね落とすことができるのか。ちょっとね僕も200キロ走るっていうのは本当人生初めての経験なのでね、かなり、ドキドキしてますけれども、早速やってみたいなと思います。いやけどね本当に、毎日ね、ほぼ走りましたね。結構もうやっぱ年なんで、足もね、痛めちゃったらちょっと練習が継続できないんで、適度に、インターバルというかね、休息日を挟みながらなんですけれども、大体最低でもやっぱり1日10キロ走って、で次の日休んだりとかで、あとやっぱり硬いロード、ばっかり走ってるとやっぱりダメージくるんですよね、足とかにね。僕も結構足の裏とか痛くなったりとかで、膝とか痛くなったりとかっていう時もあったんで、時々僕はクロスカントリー、地面がちょっと柔らかいね、クロスカントリー、トレランとかも含めながら、やってました。いや本当いつもねロードばっかり走ってる人がね、やっぱクロカンとか行くとやっぱりロードでは鍛えられない、筋肉とかでやっぱりきついじゃないですか、トレランってね。道路からの反発もないし、でアップダウンもやっぱり、ロードに比べたらねあるんで、心配能力ですよね。この辺も結構高くなって、本当消費カロリーがね、同じ10キロロードとトレラン走ったとしてもやっぱ全然違うと思うんですよね。でそうやってロードとねトレランを組み合わせながら、そしてですよ、で今回ね、この3月にちょっとニューシューズを購入いたしまして、熊本のステップスポーツホワイティ村上さんにねご協力いただきまして、その時買った動画出てるんで、見ていただきたいなと思うんですが、こちらのホカアラヒ7、こちらをねジョギングシューズとして購入させていただきました。いやもうねちょっとね初めてだったんですよ。僕結構ナイキが好きだったんでナイキのシューズばっかり買ってたんですけれども、ホカを、この村上さんからね、勧められて、ちょっと色はね結構カラフルでなかなか、面白いなと思ってたんですけれども、ちょっとホカどうなのというね、少なからず疑問はありました。でもねお店でちょっとフィッティングした時に結構ねこのフィットが良かったというか。若干いつも履いてるシューズ、僕ペガダスを履いてたんですけれどもナイキのね、それに比べたらちょっと重いかなっていうね、感触あったんですが、もう早速、買った後ですよね、その時僕熊本にいたんですけれども、熊本でもう10キロ走っちゃいました。いや旅先なんでね、5キロぐらいで終わろうかなとかって思ってたんですけれども、なんだかんだ走れちゃって、でこんな綺麗なね、夕日なんかも、見られちゃったりしたんで、もうテンション爆上がりですよ。で旅先の熊本でもしっかりと走行距離10キロをね加算したりなんかして、しっかりとねこの月間走行200キロに向けてダーッと行ってたんですが、やっぱりね最後3日間ぐらいかな、あと30キロぐらい残ってたんですよね。これやばいぜということで、ちょうどその時僕福岡に行ってたんですけれども、福岡でも大濠公園、もうね福岡の市民ランナーさんのね、聖地だというふうに思うんですけれども、旅先にもかかわらずシューズと、ランシャツですよね、その装備を持って行って走ってきました。いや本当にね走りやすかったですね。他にもランナーさんがいるんで、刺激にもなりますし、あと距離表示がね 100m ごとにあるんですよ。あれめちゃくちゃ嬉しいですよね。なので、心なしかねちょっとペースも速かったです。ペースも速かったんですけども、結局あんまり時間がなくてね、7キロ6キロぐらいで、終了しちゃったんですけれども、最後の最後、旅先では走り、そして帰ってからもねラスト押し込んでこちらですよ、200キロドンと。いやーもう深夜ランでしたけどね、めちゃくちゃ達成感、ありました。多分僕人生初めてのね、200キロだったと思うんで、いやもう人間ね、やればできる、人間やれば本当にね、できるんだなということがね、まずその体重云々よりも200キロこの45を超えて走れたことが、ね、ちょっと、感動しました。嬉しかったというかね、はい、そういうことなんですけれども、やっぱりお楽しみはですよ、はい、このね1ヶ月間で200キロ、日数換算したら毎日ね6キロ7キロ、5キロ以上は毎日走らないとこの200キロっていうのはね、1ヶ月でいかないわけですから、それをしっかりとクリアしてからの体重ですよ、こちらを早速もうすでにね、計測しておりますので測ってみたいなと思います。レッツジャッジメント。さあ果たしてどうなんでしょうか。さあどうだ。おっと81.90 と、いうことなので、マイナス3キロちょい減ったと、いうことですね。ありがとうございます。1ヶ月、200キロ走って、食事量はそんなに落とさず、ほぼね僕普通に食ってたんで、全然ダイエットみたいなね食事制限してないんですけれども、普通に食べて普通の生活を送って200キロを走った場合、この中年男が3キロ痩せるという結果がねしっかりと出ましたと。やっぱりこれ個人差がありますんでね、僕ももともとね85キロありましたからね、ほんとこれ太りすぎですよ。マジでやばいなと、あの時ね本当思ったんですけれども、81キロ台までなったんで、ちょっとね、この夢の、70キロ台も本当見えてきたんじゃないかなというふうに思います。しかもねこの3月は200キロ走ってマイナス3キロだったと思うんですが、かなり僕ね体の変化を感じてるんですよ。でおそらく筋肉もついてきてると思うので、次の、4月ですよね。4月はねもっと短い距離でもこの3キロぐらいバンとね減るんじゃないかなっていう、それぐらいの、このファンデーションですよねが、3月のこの200キロで僕できたんじゃないかなっていうふうに思うんで、おそらくね、4月、足のダメージもちょっと考えないといけないんで、ちょっと距離を落とそうと思ってるんですよ。150キロぐらいの月間走行で、4月やっていきたいなというふうに思ってるんですけれども、おそらく、150キロ走れば、もう70キロ台には突入するんじゃないかなと。いうふうに思います。で、今ね、4月に入ってジョギング、ランニング継続中ですので、またね、これ4月終わってから150キロを走った後、だから2ヶ月で350キロですね。2ヶ月で350キロを走ると、この45を超えたね、中年男性は果たしてどこまで痩せるのか、これもまたね、皆さんに追ってね、ご報告したいなというふうに思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、ザワチャレンジもね、最終目標をね、別府大分毎日マラソンの出場ですけれども、こういったダイエットのね、検証実験じゃないですけれども、結構やっぱジョギングって痩せるのとか疑問持ってる方ね、多いと思うんですよ。そういったところをね、僕はちゃんとお知らせしていこうかなというふうに思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、またこれ1ヶ月後ですよね。85キロだった男が、今度350キロ2ヶ月間、走ったら果たしてどこまで体重が落ちていくのか、ここをね、またお知らせしたいなと思います。とりあえず、月間200キロ走ったら、3キロ減ということで、検証結果出ました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。